なるほどね、コナミの作品はってことか。まあね、どうなんでしょうね。コナミの作品が全て悪いわけじゃないと思うんで、なんとも言えないですけど。まあね、できればね、新作買って新しいゲームをね、作る開発費に当ててもらえれば嬉しいなと思うんですけど。ということで、本名田中さんいらっしゃいませ。ありがとうございます。これでいいのかな。まあでもまあちょっとね、ゲーム会社の方いろんなね、意見が分かれてるんでね。そうね。やっとダウンロード済んだみたいですよ。で、俺は何をすればいいんだ？これか。はい、和骨ということで、にゃんさんいらっしゃいませ。すいませんでした。ちょっとね、今ね、OK。で、これでいいのね。で、で、戻る。で、これで戻って。だいぶやった方ですけどね、私としては。今のコナミなら据え置きソフト買っても売り上げはスマホだろうな。なるほどね。あなたこんばんは。はい、あなたこんばんはということで、うんすじさんいらっしゃいませ。ちょっと待ってね。小島ってなんかやらかしたの？いや、小島監督は何もやらかしてないですよ。ちょっとね、いろいろ。スマホ出身社長に追放された。そうそう、そんな感じです。簡単に言ったら、まあ、追放というか隔離されちゃった感じかな。まあ、どうなるか分かんない、これからはね。私は別にコナミの会社に勤めてるわけでもないんで、ちょっと分かんないですけど、どうなるかはこれからの動向を見守るしかないですね。幽閉なか。そうそう、そんな感じ、本当にね。まあでも、すべてコナミのせい？ まあ、その小島監督も小島監督なりにね、多分自己主張がある方だと思うん海で。外だとスマホ課金ゲーはあまりないのかな？そうですね、海外もなんだかんだでスマホやってる方いらっしゃいますけど、無分料母でが多結いんで婚ね。も受けたのにね。スマホゲームとか面白さがわからない。小島監督くらいならもうゲーム会社起用しちゃえばいいのに。そうですね。まあ、それベゼにスしてタゲームも、まあ、とか海外メーカーが契取り直せ約ばがあ反るんじ転ゃすないですか、る。いろんなまあね。小島も小島でこだわり強すぎて日記に突っ込むからな。金そうマンプでレイヤー小島を切るとか勇気あるな。すね。まあ、だから完全に切ったわけじゃなくて、その活動っていうか、まあ、その外向きの活動を制限されたみたいな感じなスんじゃないマですホっか。て生放送に向かない気がするんだよね。何かあるのかな。まあ、スマホのゲームでも、まあ、面白いのは出てるのは事実なんですけどね。まあ、多分、放送の仕山黒じ方ゃ。だと思いますよ。スマホのゲームに関してもね。まあ、実際、パズドラですごい有名になってる方もいらっしゃいますしね、生放送ってね。だから、別に一緒くたに、スマホのゲームだからっていうわけじゃないと思いますから。よし。で、とりあえず、これで、グランドゼロのセーブデータを、いきます。いけるかな。オッケー。これでコンティニュー。するとなんか追加されるの？あれ、全然追加されんけど。デイリーボーナス。いや、違うでしょ。和こんばんはということで、3357番セールしますね。まあね、確かに。まあでも結局当てるって言っても難しいからな。まあ、どっちもどっちだと思いますよ、今の時期。そうっすよ。報酬を受け取る。なんか受け取れるみたいな。これ、デイリーボーナスじゃん。違うじゃん。あれ、何なんだろう。あれ、今日もやってるよーって言うけど、3360番サインでしょ、ません。なんか、スマホの、今の現状っていうのは、やっぱ、なんだかんだで、す最ごい近のパソ CM 打っコンたゲーりムとはでか。かい投資が必要だから外れた場合が。そうね、確かに。
まあ、本当に外れるからね。本当に外れるもんね。その外れ方がひどいんだよね。なんだろう、予想の半分売れればいいなって感じだったとしても半分売れないからな。スマホでゲーム出すのは買わない。ただ新作を作らないで、スマホで新作出されても。ああなるほどね。まあスマホのゲームやらないとかね、そういうのはまあ人それぞれの意見なんであれなんですけど、別にそれが全ての人に。あ、そう？本当に？面白いゲームあるよ、スマホのゲームでも。例えばですけど、まあパソコンでも出てますけど、あれなんだったっけ？名前が出てこんな。iPad でしかできないゲームだけど。スマホは電池が持たない。エボランド？違う違う違う、エボランドじゃない。なんだ。ライフ？アマゾンダンボールはどこ？案内状みたいなやつで、国境の検疫みたいな。あれなんだっけ？名前が出てこん。めっちゃ面白いゲーム。ペーパープリーズ。あ、そうそう、ペーパープリーズ、ペーパープリーズ。ありがとう。スマホで資金回収矢印新作はハードがありがたい。ペーパープリーズ。そうね、ペーパープリーズは面白い。うん。ペーパープリーズとか、あれはもうスマホの。あ、顔とかで判断していくやつか。そう、デレスタなのかな。知らないけど。うん、ペーパープリーズ上がってると思うよ。面白いしね、実際。いや、あれスマホの iPad でやるからこそ面白さがあるんですよ。いや、パソコン版は面白さが半減する。半減はしないけど。半減はしないけど、だいぶ落ちると思うな。あれ iPad でプレイするのが最高だと思う。実際にあの机の上のものとかクリックするよりは、そのタッチパネルでやった方が面白いと思うんだけどな。私はね。人によって意見は違うと思う。人それぞれじゃない。わら。設置仕様の段ボールがアマゾン限定のやつ。グラウンドゼロズのアマゾン特典。多分設置段ボール。マジで？じゃあ出てるじゃん。とかもいいよ。オッケー。じゃあ湿地ね。なんか湿地とかおかしいと思ったよ。湿地。これか。監督箱。オッケー。わらわら。本当に？合ってんのかな。ちょっと不安だけど行ってみよう。じゃあみんな。歌聞いた時間を返して。座布団さえいらっしゃいませ。かけてたのか。わらわら。そうか、アマゾンは湿地帯なのか。そういうことか。なんかおかしいと思ったわ。そうか。だって湿地ってさ、なんか湿地で段ボールって使うのかなって、確かに思ったんですよ私も。いや、そういうことか。このざま逆にして、アマゾン逆にするんじゃない。そういうことか。ペーパープリーズなんて iPhone ないよ。いや、iPhone はありません。iPad でしかプレイできないんですよ。残念。で、どれ行く？サイドのやつで、これで行ってみるか。よし。で、行ってみよう。まあ、ぜひね、iPad 持ってる方でね、興味ある方は。あ、そうなんだ。じゃあちょっとやってみようか。こうか。違う。そうですよ、復活しますよ。3398番さんいらっしゃいませ。まあちょっとね、また今日の配信終わったら、またしばらくね、休ませてもらうんですけど、うん。2日前からか。ちょっとね、復活もさせていただいております。で、スニーキングスーツがあるって。どれだろう、これ。ウェポンじゃないの。ちょっとね、細かくはね言えないんだけど、そのレトロフリークってやつが発売されたらね、復活しようかなと思ってますよ。ちょっとレトロフリークのね、ゲームを少しやりたいんで。ウェポンね、一番右か。これか。しばらく1年。いや、そういうことじゃないから大丈夫だよ。スプリッター。他にある。これか？これのことかな？どれだろう？これデザート。これか？シェンムーぐらい待たされるんですわけ？レトロか。SV。マリオ面白かったな。ワコ監督、今日もいたの書くと。はい、いますよ。つなまろさんいらっしゃいませ。あ、マリオもね、やりたいですね。これ6時間枠？それですね。また冷凍カプセルに入られるのですね。これ足りないな。左のやつやな。これか。これ？
行くよ。じゃあ行ったよ。マリオクリアしてなかったような。これは歌はここに入れよう。クリアしてくれるの？しょしょ、うん、あげるつもりだよ。もしかしたら分けるかもしれないけど、で、これでいい。で、レトロフリークでスーパー X32 対応か放送お願い。スタッフ整理してない感じ。あ、え、間違えた？もしかして。まあ、間違えたのは間違えてしょうがないけど。で、これでいく。お金ないから、これしかいけない。で、これを、これ？これ？あ、本当だ！グランドゼロズのやつだ。やったー。まあちょっと何をやったーしてんのかよくわからないかもしれないけど、これだ。よしよし。本当ですか？嬉しいですね。よし、じゃあ行きましょう。で、出撃で、アマゾンを見よう、みんなで。まああと一枠だけ延長して、で、みんなでね、ちょっとみんなで眺めましょう、アマゾンの段ボール。嬉しいなー。いや、ほんとね、アマゾンの段ボールがね、いつ出るんだろうとね。ダサいとか言うなよ。いや、嬉しいけどな。いや、アマゾンの段ボールはマジで、ほんとに、この放送のために予約したんだよね、アマゾンの段ボール。で、これで延長すればいいんだよね。オッケー。よし。まあ、ほんとにありがとうございましたね。今日ね、ゴールドチケットの方使わせてもらってます。延長ありがとうございます。さて皆さん、今日これはね、初回特典じゃないですよ。初回特典はなんか金色のやつですね、うん、それはちょっと私ね、購入の方しなかったんで。いや、クリアまでやるかな、どうなのか分かんない。2時まではね、やれるんですけど、ちょっとまあとりあえずやっていきましょう。楽しみですね。このためだけのためにグランドゼロズをアマゾンで予約しましたからね。楽しみです。わらわら、楽しみ。うん。クリアだったらあと2週間かかるで。オッケー。待たせたな。行きましょう。じゃあかぶりますよ。皆さん、行きますよ。行きますよ。3431万サイルしますよ。ん？アマゾン、はい。え？ん？ワクワク。あら？ん？はい。え？え？む？あら？わらわら。ん？お、知ってた、わらわら。暗くて見えづらい。え、マジで言ってんの？全然。わら、お、え、あれ、あれれ？わら。アマゾ、あれ、あれれ、これはわらからの、え、キャッチすぎる。ネットで調べたけど、アマゾンの箱箱なくない？知ってた、インチキ。インチキや、インチキ。それだけじゃん。ここになんかこの、アマゾンは砂、緑対応だったはずだが、最悪がアマゾン。最悪や、これアマゾンちゃうやん。ちょっとカメラやめろ、わらわら。すいませんでした。騙された。そういうアマゾンって書いてあるよ。あのマークがない。アマゾン特典が湿地の段ボールってだけ。わらわら、うわ、最低だわ。これ怒りますよ。じゃなかったの、あのマークは。無駄な時間だった。わらわら、マジ無駄じゃんこれ。37分返せ、アマゾン。いや、ほんとそれマジ返せって感じですね。いや、マジで？ちょっと。センターに電話か。これで終わりとか。返品。ちょ、これ時間。時間経つからダメなのか。わら。ちょ、これでタバコ吸おう、ちょっと。怒りのロビンソン熱唱。結構本気で詐欺じゃん。マジ。いや、本気で詐欺だよこれ。え、これいつまで時間経つの？え、結構経つな。最後突貫して終わり。いや、マジか。いや、そんなバカな。え、アマゾンで書いてある？これはひどい。公共広告機構さんの出番。さあ、もう一度見てみよう。どう？アマゾンで書いてある？
いや、書いてないんだよなこれ。見つけたらアマゾンの匂いするやつだよ。最悪だなこれ。別にアマゾンの段ボールだとは言ってないし。いや確かにね。書いてとか。ということで3495番さんいらっしゃいませ。詐欺ゾーン。え？カエルがアマゾンっぽいな。右上違ってた。書いてないじゃん。ラベルに隠れてんのさ。最悪だなこれ。これはひどい。わこつ、アマゾン特典だもんな、わら。3508万歳いらっしゃいませ。予約特典って本当に段ボール？予約特典は本当に段ボール。いや、このためだけのために私は何を頑張ったんでしょうか。ラベルのところに小さく書かれてないかい？ちょっとじゃあ見てみよう。一生懸命ちょっと見てみよう。よし、ちょっと見てみよう。ナオトさんね、これは残していただきありがとうございます。ちょっとこのアマゾン特典の段ボールが本当にアマゾンのものなのか。アマゾンから送られてきた段ボールと同じとか。いや、そのね、アマゾンから送られてくる段ボールと同じデザインなのかなと思ってたんですよ。で、私はね、四つ葉刀のダンボーちゃんが大好きなんで、ちょっと期待したわけですよね。しかしね、開けてみると、なんかこんなカエルが書いてあるな、なんですかこれは。ふざけるのもいい加減にしなさい。あ、ここになんか書いてあるのかな。それだったら、まだ許すけど。爆破しよう。完全に思い込みを利用されたな、わら。書いてない。普通そう思うよね。いや、ほんとそうっすよ。これはひどい。許さん。ここに監督の住所が、わら。許さん。この野郎、許さん。ロケランを使う。ああすいませんでした。違う。ちょっと、人にも気づかれた。どこにいる敵？ああ！ああ、予想外。いやー真っ黒になっちゃってました。すいませんでした。3557番サイルします。これはひどい。ちょっとあいつらをちょっと倒しに行くぞ。スナイプされてます。ちょこの真下に行こう。いやーマジでなー、何これ。アマゾンの恨み強すぎる。これやばい。まさにこの玉。あそこにいる。アマゾンの映像。ボコボコ。今調べたけど、アマゾンロゴとは一つも書いてないな。笑い。お。エネミーだ。マジか。スネーク。いや、そうなんですよ。確かにアマゾンロゴとは一つも書いてないです。確かにその通り。なんだけどさ、アマゾン特製段ボールって書いてあるんですよ。一応読みますよ。ちょっと今皆さん読みましょう。ちょ、読みますよ。なんて書いてあるか読みますよ。ちょっとこの怒りをね、収まりアマゾン許さねえ。言いますよ。amazon.co.jp 限定特典、 amazon.co.jp特殊段ボール箱。いや、こういう書き方をしたら、それアマゾンのロゴが書いてあるんだと思いますよ。この怒りはしばらく収まることを知らない。アマゾンに逆らった結果。いや、アマゾンに逆らった結果このゲームの中で殺されたんですか。私はちょっと腹が立ちますね、本当に。ロゴのあるなしはどうあれ特殊性が全くない、わら。ほんとそうっすよ。特殊、失地しよう、思います、わら。いや、普通に考えたらおかしいっすよ。いや、おかしいと思うんだけどな。え、しかもさ、敵ここにいなくなってるじゃん。敵に見つかりにくくなるらしい、アマゾンだけに。でもおかげでどこに敵がいるかわかったね、わらわら。うま、私も落下されたんですが、アマゾンへの風評被害。なるほど、これにまたされたのか。おやすみさない。よし、復活したら最後は私に落ちて終わるのか。オッケー。なんか気持ち悪いな。
やり過ごすことはできるはずだとか。アマゾン、あんないい子は嫌いだよ。一応クリアしましたよ。いやー腹立つな。回収が目的なのにやっちゃうとか。え、回収わら。え、回収が目的なの？回収が目的だったの？あ、しまったなこれ。ちょっとこれ失敗しよう、失敗しよう。ちょっと失敗しますね。ちょっと知らなんだ、知らなんだ、ちょっと。やばい、どうしよう、しまった、ここ降りてくるんじゃなかった、敵に狙われる場所じゃないと。え、どうやって。あ、できるできる、多分これだ。なんかこのスーツ着て貫禄なことにならんな。いや、ほんとそうっすね。コンティニューフロムチェックポイント、これか。オッケー。グレーということで3617番サイレンス。確かにそういう方法もあったな。いきますよ。じゃあここのステージだけはクリアしよう。アマゾンのせいかな。いや全部、あ、なんか、あ、すごい、アマゾンのおかげでこのライトアップ機能を発見。ただ使い方はわからん使い方はわからん模様。いきます。今さらわらわら、え、わらわら、そいつがターゲットだ。オッケー。わらわら、この特典ツタヤでももらえるらしいけどね。最悪だわ。いや、わ、amazon.co.jp 限定特殊ダンボールですよ。腹が立ちます、私は。よし、でこれどうすりゃいいの、これどうするの。え、これ向こうまでどうやって行くわけ。え、難しい。あ、わかりました。はい、わかりました、ありがとうございます。おやすみなさいませ。カカオ、寝る方おやすみ、気合で、根性で、おやすみ、寝る方おやすみなさいませ。ホックで行けばいいやん、寝ます、寝る方おやすみ。ホックで行けるのか。車で、寝る方おやすみ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 。ガチ限定は武器ミスとベーススタッフっぽい。寝る方おやすみ、アマゾンで、寝かま。メスですね。行きましょう。行きます。了解。やめたけて、わらわら、おい、どこ照らしてんだ、わらわら、おい、わらわら、やめて、そんなところ見たくない。すいませんでした。何してんだ、わらわら。行きます。寝る方おやすみ、麻酔銃、わらわら、やめなさい、わらわら。アマゾンマークを採用しなかったのは全然ないよな。ほんとそうっすよ。アマゾンのマークが入ってるからこそのあれじゃないのか。これさ、あそこに登る方法がわからないんだよ、そもそも。メス馬ケツにエルってミシンだな、わらわら。アマゾンの箱にした方が面白いのにね。いや、間違いないっす。カロリーメイトのことがあったから期待するよね。いや、ほんとそうっすよ。カロリーメイトとかさ、あとなんか、プレイボーイとか。右から行けるんじゃないか、そういうことか。あっちか、なるほど。タヤハカエルじゃなくてプレリードッグみたい。あ、そういうことか、さっきのカエルみたいなマーク、あれが違うんだ。いやー、残念、残念としか言いようがない。本当に残念だ。作者もこういうこと言われる覚悟だろうね。いやー、そりゃそうでしょうね。あん、いや、やり方が汚いわ。クラッキングできないか、そこらへん。できないと思うよ、これ登れる。さすがにここは登れるのはちょっと想像できないけどな。やってみる？やるだけ。無理でしょ。Amazon のロゴ書いて諦めようぜ。画面に。いや、本当に腹が立つな。まあしょうがない。まあこんなもん怒ってもしょうがないんだけどさ。アンチ使うと見えるけど、Amazon 限定じゃなくて、ただしは Amazon でも扱ってる特典、頂上着いた途端に撃ち落とされるんでないの。これ見えてるの？登れなそうだけどな。マップ見て。いや、ほんとそうっすね。まぁ、ちょっとあれはひどいな。やっぱ、これ登れないみたいね。登れないね。こっちからしか行けないみたい。じゃあ。OK。
せめて中身、スネークに対して段ボールがめっちゃでかいとかだったらな。せめて中身に対して段ボール、まあそうね、なんかちょっと変わり映えがあるね。なんかあってほしかったっすわ。まあしょうがない。まあ実際にちょっとショックでした。はいこれ登れんの？これは登れんだろ、さすがに。うん、そうね、確かに。しかも一番ショックだったのは、一番ショックだったのは、皆さんの中にそれを知ってたのに私に最後まで言わなかったやつがいるっていうことがショックでした。まあ知ってたけどねとかね、コメントで打ってる人いましたかね。私はもう一生忘れませんよ、そういうのはね。ブブブじゃないですよ。ほんとショックでした。そういう時だけね、ネタバレしませんからね、あなたたちは。優しさやん、有能。やばこれ、車来る、もしや。これ車来る。反応みたいやんって、そんな。いや、最低だな、ほんと。よし。ネタバレしない優しさという風潮、一理ある。それより俺の弟。特典の名前、ダンボール、すなち緑地仕様。だから、売ってる方も嘘なんか言ってない。これがリスナーの優しさ。そんなん書いてなかったよ。いや、特典、なんか、すなち緑地なんとか用みたいなこと書いてませんでしたから。私が予約したときには。そこだけはね。調べてみな。いや、それはその最終的にそう書いてあっただけであって、最初に私がん歌えたか歌えたの全然良くないけど、いや私がその予約した時は書いてませんでしたよ、アマゾンのそのサイトには。特殊段ボールとしか書いてませんでした。放送は盛り上がったのでセーフトレーラーだったらステアムって書かれた箱ならあったよね。確かにトレーラーのスチーム。ロビンソンの違いが分かったからいいでしょ。わら、しょぼいならしょぼいと書いてくれないとわからないよな。いや本当そうです。これしょぼいやつですよって書いてくれないと。いやそれだったら違うところでダウン購入しますよ。マザーベースのね職員とかああいうのがゲットできるやつ買いますよ。いやーこれはもう腹立たしいことこの上なしですね。これサイドミッションにしちゃこっちに行かないといけないのか。OKOKOK。でもそのおかげでスカイリム聞けた。まあね確かにね、皆さんにとっては良かったかもしれない。でも私にとってはアンハッピーだ。これしょぼいやつですよいやほんとそれぐらい描いてほしいな。カエルの絵が描いてますとかね、なんか知らんけどカエル、何の因果かカエルの絵が描いてますよ。いやそもそもカエルってなんだよ。そもそもカエルってなんだよ、お前何が関係あんだよ。何なんだそれ。カエル、カエルが何かしたかアマゾンで。よくわからんぞ。そもそも。敵横である。カエルはケロさんじゃねえ。シッチ。あ、アマゾン、シッチ、カエル。連想ゲームかよ。そんなの期待してねえんだよ、こっちは。アマゾンって言ったらアマゾンのあの段ボールでしょ、普通に考えて。アマゾン段ボールへ対する熱い思いがわかりました。でしょ？うん。ひどい話だよ。ケロッピだよ、サンリオだよ。カエル、すまんゲロ。ムグスさんで散々出てきた。まあまあまあ、カエルがね出てきたよってことね。まあそうだけどさ、いやなんかちょっとショックだな。なんか小島監督だったらこれぐらいのことやってくれるかなと思ってましたけど。あれ欧米のデザインなの？アマゾンの？いや多分欧米でもアマゾンで書いてあると思うけどな。まあしょうがない、もうこれはもう作ったもんはしょうがねえわ。あ、砂嵐来るな。アマゾンの箱だったら可愛かったのにね。買ってみよう。ほんとそれ。いやまあ期待まあ悪い意味の方だよ。本当はもっと
ちょっと楽しいことになるかなと思ってたんですよね。まあしょうがないね。これ見えんな。やべえ、これ3人いるじゃん。よく見たら3人いる。いやもうふてくされてますけどね。ちょっと待てよ、これはあかん。ちょっと待てよ、これね、マガジンでこっちの、じゃあこっち見ろ。で、まあネタになってよかったじゃん。わかったよ、監督の家にアマゾンの箱送っとくね。冷戦時代はまだアマゾンなかったからかな。ある海これ条約しか聞かないよ、笑まあ確かにね、これでいいのかな。いやこいつら気づかないかな。大丈夫、どうしたってなるんじゃないのこれ。どうしようかな、こいつだけ眠らすか先に。じゃあなれた意味がない、笑。よいしょ、砂嵐がった、やべ、なった、わらわら。ちょ、待ちなさい、危ない。びっくりした、危ない危ない。なんかあんまり納得いく感じじゃなかったけど、まあよしとしよう。よし、これでいいのね。 OK、 よし終了。くー、くー、頭に打った方が多分ねすぐ寝るんだと。そうそうそう、トラブルメーカーっていうスキルね。私もあれした、もうこれ腹立たしいけどな。こればっかしはもう一生忘れんだろうな。この恨みだけは一生忘れん。悔しいの。おお、いやでもまあ、まあでもこれをもう私は一生なんか放送で言い続けます。これだけは。これだけはもう一生ね、放送でこのメタルギアをやるときは、見てください、これかっこいいでしょ、アマゾン限定ですよってもう一生言い続けますよ。ネタができたね。執念深いな。資格を押すと楽しいので、アマゾンでもう買わない。わら、段ボールにポスター貼ればいい感じになる。これで走るのすごい。あ、これにポスター貼ろうか。かっこいいっしょ。よしよし。え、これポスター貼ったりできるの？これに。貼ってみようかな。どうやって貼るんだろう。貼り方がわかんない。根に持ちすぎだろ、わらわら。段ボール好き。監督の恨みは恐ろしい、笑。私の恨みは結構なもんですからね。よしで、何だったっけ。欲しいわ、いいな。監督一生恨むな、笑。でもこれは本気で悔しいと思う。良いのもらったね、笑。執念深い監督、そろそろ寝ます。悔しいっすよ。ダンボール洗濯画面で貼れる。選ぶときに貼り替えてあったでしょ、笑。ダンボールの洗濯画面。面白いよ。寝る方お休み。ポスターゲットしないか。なんか来るぞ。なんか来るぞ。音がするぞ。寝る方お休み。向こうだな。寝る方お休み。遠くだな。寝る方お休みなさいませ。すいませんでしたね、今日。ちょっと皆さん大変待っていただいたにもかかわらず。つまり逃げよう、とりあえず。で、あ、そうなんだ。ちょっとそれ楽しみだし、やってみようか。張り替えってやつ。それをやって今日は終わろう。じゃあ一旦戻りたいから、ヘリ呼ぼう。ヘリはこれで呼べる。今そこでできるよ、わら。あ、できるんだ、今できる。じゃあどれだったっけ。これか、違うな、張り替え。え、あ、ん、どうするんだ。え、こういうこと、
これでポスター貼り替え。あ、これか。で、ダンボール洗濯。来た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 。来た。女の人だ。え、で、これでどうすればいいんだ。三角？じゃあ、バツ？あれ、なんか立ったんだ。ちょっと。あ、これで報復するのね。オッケー。なんかおかしいと思った。で、報復。あれ、報復全然ならないと。あ、これか。全然エロくないじゃん、これ。しかも顔、あ、こっち。あ、こういうことね。よし。いや、ちょっとこれで突撃してみよう。よし。オッケーオッケー。ちょっと、どこに顔があるか、この、なんか、8等身ぐらいだからさ、顔が、顔の大きさがよくわからんかった。ちょっと、あれが顔っていう認識じゃなかった、今。ちょっとすいませんでした。顔小さいですね、外国の人。よし、行くぞ。ダンボール？いや、ダンボールの横にポスト貼れるんですよ。よし、行くぞ。ちょっとやってみよう。あそこに敵の施設があるんで、ちょっと遅いな。走ってほしい。通常よりダンボールの方が滑って進みやすいんだよな。わら。あ、そうなんだ。元の柄が邪魔。わら。本当それだ。元の柄が邪魔とか言うな。元の柄が邪魔とか言ったやつはちょっともうお怒りですよ、私。なんか走ってんの。でも走ったらさすがにバレるでしょ。あ。え、じゃあ正面に貼った方がいいの？後ろから車が来て引かれたら笑う。眠れない、どうしよう。うん、まあとりあえず目を閉じてね、しっかり、部屋を暗くして目を閉じればいいと思いますよ。あ、ここでで、座るで、どうだったっけ？×だったっけ？×？え、どうすんだったっけ？バツじゃなくて四角？四角？なんだったっけ？わーっ、まずい。三角？あー、どうする？バツ長押し。スマホとかの画面の光見てると寝れなくなるぞ。あ、こうした。わら、怪しすぎるだろ。わら、グッと来てるね。銃落とした。わら、あらら、わら。押しやるよ。何してる、止まってる。わら、撃てる。動き方、ちょ、あかん、外した。溜まりすぎだろ。わら、あかん、いろいろあかん。見えていたのにこの展開である。もともと難しいな。これはひどい。なんかごめん。しかもさ、もしかしてさ、ポスターってなくなっちゃうの？兵士を払う。うわー、ポスターなくなっちゃうんじゃない？これ。使わない。わら。どうなんだろう。ある。あ、ある。あるよ。なくならないで。オッケーオッケー。じゃあポスターこっちにしよう。こっちはどうなんの？あ。これは？あ、こういうことね。はいはいはい。オッケーオッケー。で、この車両を回収しよう。車両回収できるんだろ？あ、ゼロパーだ。しまった。ゼロパーなのにやっちゃった。あ、下に登れる。なんだこれ。神殿か。これはどうなってるんですか？できないよ。先生、これどうなってるんですか、皆さん。被って走ってるとか明らかに変な人だよな。変なことないでしょ。潰された。大丈夫、潰されてないみたい。オッケー。ちょっと行ってみよう。これでどうなるかやってみましょう。そうか、まだフルトンをもう少し改良しないといけないんだ。これで行ってみますね。どうなる か、これでいろんな反応が見れるんだったらさ、ダンボールが動いてたらバレるだろ。わら、怪しすぎ。わら。いや、これは兵士見えるんじゃない？ちょっと怪しんだ状態だと面白い無線もあったりする。あ、そうなんだ。おお、バレない。
バレないよこれ。結構近いけど。これぐらい近づいても大丈夫。やってみよう。来た来た。こんばんは。来たよ。バレません。こんばんはとかでゾウさんいらっしゃいませ。おかしいやろ。やっぱしこの兵士の似顔絵が効いてんだなこれ。なんでバレない。わらわら。すげえ。わら。最強。わら。有能。これ有能ですよ。ボタンをそっか。いやボタン押したらバレちゃう。お前の目は節穴か。あ、ここなんか部屋があるな。周り見えないけど大丈夫。これ便利だな。これ相当便利ですね。そして横の柄でバレる。わら。アマゾン様様、もうずっとそれかぶって口入ればバレないよ。すごいなこれ。これすごい便利じゃん。ちょっと反応見たいから一旦脱いで、一旦脱ぎたいんだけど。でこれで登ってで、で、立つで、ちょんちょん。アマゾン有能。いやいや、あかんあかんあかん。これあかんしょ。ラスト延長です。おい、わらわら。おい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 、わらわら。おかしいやろ、わら。おかしいこと起きてますよ。わらわら。大丈夫かこれ。気づけ、わらわら。まあでもこういうことです。じゃあ、乗り込んだラブボックスかな。オッケー。いい香りかな。よし。でもはや石ころ防止レベル。わらわら。いやほんとすごいですね。実際すごいですね本当に。よし、でまたかぶろう。まあこれもうちょっとどれぐらい効果があるか試してみたい。ちょっともうちょっとやりますね。いきますよ。いやほんとそうっすね。どれぐらいの効果なんだろう。了解、回収する。もっと近づいてもバレないのかな。敵がまず、これでいいのか。わら。あ、これ見、しかもこの状態で見れるんだ。わ、これ敵いっぱいいそうだな、ここ。そうですね、夜だからオッケーなのかもしれない。やば、怪しんでる。アナリシスコンプリート。あ、結構敵いるぞ、ここ。アナリシスコンプリート。ここ敵多いな。夜でもおかしいだろ。アナリシスコンプリート。ここ敵多いぞ。大丈夫かな。怪しくない怪しくない。突っ込んでも安全。ちょ、行ってみよう。行ってみるだけやってみ、行ってみよう。朝でもバレない。え、そうなんだ、すごいな。今敵いなかった。敵いた。あ、いたいたいた。やべ、怪しんでる。やべ、怪しんでるぞ。怪しんでる。しかもこっちもやばい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 。なんか怪しんでるマークがついてるぞ。まずいぞ。あっちにもいるぞ。やべやべやべ、ちょっとやべ。あかん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 。あいつ気づいた。うん。いや、あかん。あかんあかんあかん。あかん。あ、もう逃げろ。これバレるやん。気のせいやん。よし。あ、これを乗ってみよう。行くぜ。よし、我々の力見せてやるぞ。
いきますよ皆さん。でちょっと待ってよ、いろいろ考えたんですけど、あ、そういえばさ、あれやってみたかったんだよ。そういえばやばい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 、ちょっと待って、やってみたいことがあったの。ちょっと待って、ちょっとやってみたいことがあるの。ちょっと待って、で降りて、で行くよ。ちょっとやってみたいことがあったの、これ。何やってんの？で肩は投稿？こうで、C4 で C4 をこれに貼る。ここ正面は貼れる？あ、で貼る。監督は運転したらダメ。わら、フェムフェム。自爆テロか。やるぜ。行くよ。行くよ。L2 を押しながら三角で行けるらしい。行くよ。行くよ。これ R1。まあまあ、まずここら辺は全部殺していこう。で。で、組織の内部に、あ、やばい、内部に入れない。ちょっと待って、内部に入れない。ちょっと待って、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 オッケー、オッケー、内部に入る。よし、行くぜ。で、全然知らない。逃げろ、逃げろ。爆発させたんですけどね、今。全然知りませんでした。敵に当たってません。あかん、あかん、逃げろ、逃げろ。全然外れたやん。もっと爆発したねえのか。いや、あんなもんなんだね、爆発。もう少しすごい爆発が起きるのかと思ってた。やばい、攻撃、やばい、やばい、ちょっと最悪。砲撃砲用意されてる。もっとすごい爆発が起きるのかと思ったな。やばいな。かっこ悪い。そうですか。あ、ちょっと川にも入ってみたいな。あ、すごい、初めて。あ、普通にすごいな、ここも。みんなここやったことある？あ、ワーク&グということで正気さえらします。すごいなこれ。ある？すごいこれ。え、これもしかしてさ、下ってったら海とかあんのかな。へえ、すごいな。なるほど。まあ今日はこんな感じかな。もうこれ以上はないでしょう。へえ、そうなんだ。こっち、あ、でも海はないな。湖みたいなのはあるけど海はないのかな。そうでしょうね、多分ね。懐かしいね。みんな覚えてる？メタルギア3でさ、ソリッド3でさ、監督が今日は私説明書読んできたんで泳いでみますとか言って全然泳げなかったやつ、懐かしいですね。でワニのこと竜って言っちゃったりね、なんかしてましたけどね。懐かしいですね。もうあれか、その頃いた人は今いないのか。あったね、言ってるし。そうそう、懐かしいですね。よし、じゃあまあ今日はここで終わりにしたいから、ヘリコプター呼んで。あの子も綺麗な監督はもういないね。いや、今も綺麗なんだけど、多分。よし、あれ、どこだったっけ。まあまたね、今日の放送ね、楽しんでいただけたら、また、1週間か2週間したらね、また放送を撮ろうと思いますので、そちらも楽しみにしておいてください。ちょっとね、監督、昔はね、毎日のように放送したんですけど、ちょっとね、最近仕事の方が忙しくて、そんなに頻繁にね、枠のを取れなくなっちゃってるんでね、
すいませんね、そこ楽しみにしてます。うん、体気をつけてね。まあでも必ずね放送をまたするんで、そこはね楽しみ待っといてください。待ってるで。うん、ごめんね、そこはね、いつでも待ってる。はい、ありがとうございます。よしよし、血まじりを忘れないで。うん、了解。顔写真期待してる、待ってます。看護師さんの顔出し。間もなくランディングゾーンに到着する。うん、わかりました。大丈夫です。待たせたなって言ってね。はい、わかりました。あ、コメディオね、参加ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。さて、うん、YouTube も、あの場所を。OK。うん、Amazon にはクレーム入れておきましょう。あの歌うた部分だけ別にするかもしれないですけどね。うん、まあ楽しみに待っててください。そうですね、ビゴハンさんにねまた放送してもらえれば嬉しいなと思うんですけど、まあちょっとねビゴハンさんもビゴハンさんで忙しいと思いますんで、どうなるか分かんないんですけど、うん、そうですね。はい、じゃあちょっとここら辺でお別れの挨拶しながら、どうしよう、行きましょう。これ流そう。よし、はい、というわけでゲーマージャングルドキドキワクワクランラン放送局、今日の放送いかがだったでしょうか。いいね、またね、次の、放送でまたお会いすることを楽しみにしております。というわけで、今日は長い間放送の方を楽しんでいただきありがとうございました。ちょっとね途中で歌枠みたいなことになってしまいましたが申し訳ございませんでした。おやすみなさい。はい、というわけで皆さん、おやすみなさいませ。また会いましょう。お疲れ様でした。監督でした。おやすみに、おつおつ、おつ、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ、おつです、おつです。お疲れ様でした、おやすみなさい、また会おう、おつです、おつ監督。のし、お疲れ監督、また次回。おついかつ、お疲れ様、やっか、やっか、うやー。お疲れ様。